田村あさみは、日本の政治家、労働運動家、国民民主党所属の参議院議員、東京都板橋区出身、生まれて半年で両親の実家の広島県へ移住、広島大学附属市野野目小学校、広島女学院中学校、広島女学院高等学校卒業、1999年3月、同志社大学進学部卒業、同年4月、 ジャスコに就職。岡山県のジャスコ小島店、デイリー売り場に配属される。2002年4リテール労働組合の非専従役員となる。2006年から労働組合の専従役員となる。2011年から全国生命化学食品流通サービス、一般労働組合同盟の役員を務める。2016年遊泳前線の政策委員会委員となる。 2018年6月6日、遊泳前線渡村を翌年の参院選比例区に国民民主党から立候補させると発表した。2019年7月21日に行われた第25回参議院議員通常選挙比例区に国民民主党公認で立候補。26万324票を得て党内トップ当選を果たした。2020年9月1日、 産業別労働組合の支援を受ける国民民主党の田村麻美、河井隆則、磯崎哲次、古本慎一郎、浜口誠、浅野明、八田和久子、小林正夫、浜野岸ら組織内国会議員9人は立憲民主党と国民民主党が合流する新党に参加しないと決めたと報じられたが、玉木雄一郎を中心とする新国民民主党に加わる 国会議員の募集が締め切られる9月7日には、同党には、や田、浅野、小林、浜野の4人の入党を決め、田村は無所属で活動することとなった。2021年3月24日、磯崎哲二、浜口誠と共に国民民主党へ入党した。ありがとうございます。